もう一度、はい、次から4つ目、その次は日本ではアバタモエクボ、アバタモエクボということわざがあります。これは韓国語では自分の目に眼鏡、自分の目に合っている眼鏡が一番であると、他人とは関係ない、自分の目、チェ・ヌネ、メガネは眼鏡という漢字で安경、チェ・ヌネ・安경、私の目にメガネ、これがアバタモ・エクボということわざです。その次は医師も10年見ていれば花が咲くとか穴が開くとか、集中してやれば不可能なことがない、そういうことわざです。トイドー、トイと意思です。トイドー、10年、10年を見ておれば、보고있으면、보고있으면구멍이、穴が開く、구멍이뚫린다。돌도10년을보고있으면구멍이뚫린다。이시모10년見ていれば穴が開く。이시모10년見ておれば花が咲くとか。そういうふうなことわざが韓国には非常に多いです。つまり、10年、20年、忍耐強く、諦めずことを続けていけば必ず素晴らしい結果が待っている、不可能なことも可能になる、そういったことわざです。その次は薬も過ぎれば毒になる、これはまあ大体どこの国でもあるようなことわざですが、薬もちょっと多めに飲んでしまうと毒になって体に害を及ぼします。薬というのは薬、つまり日本語の薬局の薬ですね。これは韓国語では薬は薬、薬と過ぎれば、지나치면、毒は毒、毒이된다。약도지나치면毒이된다。薬も過ぎれば毒になる。そして、ペンが崩れても、脱出できる穴があるものだ。ペンが崩れても逃げ出せる穴というものが必ずある、諦めてはダメだということわざです。これ韓国ではよく使われますが、空というのは、ペンというのは하늘、하늘이崩れても무너져도소산을突き出す구멍、穴、하늘이무너져도소산할구멍이있다。天が崩れても脱出できるような穴が必ずあるということわざです。